クレイブ、どうだった？小耳に挟んだ程度だが、主張が真っ向から対立して互いに熱くなってる。確かにすぐにでも衝突しておかしくない。あんたから見てもやっぱりそうか。参ったぜ。このままじゃ野党の根城を見つけても奴らを撃つ前に自滅しちまう。どちらも町を守りたい気持ちは同じはず。何か手があればいいけど。こういう時、滞在人シドならどう動く？目的は同じか。そうだな。いっそのこと任せてみたらどうだ。それぞれの主張でやらせてみればいい。そんな投げやりに。いや、そうだよ、クライブの言う通りだ。なんとか仲裁しようと躍起になってた俺がバカだった。実際に町を守らせればよかったんだ。おっさん、手を貸してくれ。何をするつもりだ？俺たちで連中を煽るのさ。あいつらが自分たちで動くようにな。なるほど、面白そうだな。いいだろう。そうと決まれば早速行動だ。おっさんはコンラートを頼む。俺はナターリエに話をつけてくる。よし、任せろ。クライブ、ジル、ちょいとばかり付き合ってもらうぜ。俺とおっさんでコンラートとナターリエを口車に乗せる。二人はうまいこと話を合わせてくれ。ああ、わかった。やってみるわ。よく来てくれた、お嬢。コンラート、紹介しよう。カンベルでジャベリン傭兵団を仕切ってるジェーン嬢だ。よろしく、ジェーンさん。ええ、こちらこそ。お前の提案を受け入れようと傭兵団を当たってみたんだが、彼女に反対されてな。ビクトルから聞いたんだが、野党を討伐できるような腕の立つ傭兵たちはもう残ってないって本当か？そうね。こんなご時世ですもの、有名どころはあらかた貴族や豪商が囲っているわ。うちの傭兵団もロザリア七家族に雇われたところよ。今残ってるのは弱いくせに金だけせびるところばかりでしょうね。ほらな、聞いたろ。よそに頼れないなら町の腕っぷし自慢を集めてダリビルで自警団を作るべきだと思わねえか。ここなら武器やたんまりあるし、弱腰のやつなんていない。みんな町を守るために戦ってくれるはずだ。町を守る。わかった、ダリミルの底力を見せてやる。あんな感じでよかったのかしら。上出来だ、ジル。大した役者だよ。さて、俺はルボルの店に戻っておく。後で会おう。旦那、待ってたぜ。ナターリエ、彼がアンダーヒルだ。ランデラのファイアビュート承認団で働いてる。アンダーヒルだ。ナターリエよ。ちょうどあんたから聞いた話をしてたんだ。どこも食料が不足してるってな。食料の奪い合いが始まるかもしれないってルボルから聞いたんだけど、本当なの？ああ、本当だ。ランデラではすでに金持ちどもが買い占めている。近いうちに値も上がるだろう。そうなればいつ奪い合いが起きてもおかしくない。旦那もああ言ってる。野党に食料を回す余裕なんてないのさ。奴らと穏便に事を進めるのには賛成だが、俺たちが死んだら元も子もねえ。食料だけじゃない、武器に薬に衣服、生きていくためにはいろいろな物資が必要になる。今は一刻も早く物資を集めて蓄えないと。町を守るためにみんなで協力しようぜ。町を守るために。そうね、
私たちでダリミルを守らなきゃ。さすがクライブ、剣の腕だけじゃなく口も達者みたいだな。お前の話に合わせただけさ。そろそろ野党の根城が分かってもいい頃合いだ。探りに出てるうちの連中に話を聞いてくる。二人は先に店に戻っててくれ。よう戻ったか。おかげでコンラートもナターリエもやる気になってくれたようだ。もうしばらく様子を見て改めて話を。そうは言ってられないみたいだぜ。ルボル、何かあったのか。野党どもが動き出しちまった。二手に分かれてこの町に向かってるらしい。それも根城を捨てて総出で仕掛けてきてるみたいだ。そんな。根城を捨ててって、まさかダリミルを乗っ取るつもりじゃないだろうな。クライブ、ジル、ベルクロイ砂漠から攻めてくる野党たちの討伐を頼んでいいか。構わないが、もう一方はどうする。コンラートとナターリエにやらせる。これを機に無理にでも協力させてダリミルを一つにまとめ直す。随分な荒漁師だぞ。大丈夫なのか。もちろん俺も手を貸し、おっさんにも手伝ってもらう。やれやれ、仕方ない。気をつけろよ、二人とも。あんたたちもな。ダリミルは俺たちがいただくぜ。野党たちよ。ああ、やるぞ。しつこい連中だ。ダブル。オルフ。そこか。これで全部。ルボルたちが心配だ。宿場へ戻ろう。急ぎましょう。ハリエ、すまなかったな。お前たちが支援してくれたから奴らに勝つことができた。いいのよコンラート、あなたたちが正面に立って戦ってくれたおかげだもの。これからは協力してやっていきましょう。ああ、そうさせてくれ。すっかり打ち解けたようだ。
もう心配ないわね。クライブ、ジル、そっちは無事に片付いたようだな。こっちもなんとかなったよ。急増の自警団と支援団、まだまだ課題は山積みだがね。だけどまたダリミルは一つになった。これならこの先もやっていける。本当にありがとな、二人とも。気にするな、また何かあれば知らせてくれ。マーサ、無事で何よりだ。クライブ、よく来てくれた。アカシアの大群に襲われたらしいな。詳しいことを教えてくれないか。この空になってから急にアカシアが現れてね、人を襲い始めたんだ。少し前にはここにも大群が押し寄せて怪我人も出しちまった。うちの傭兵団や助っ人たちの頑張りでひとまず切り抜けたけど、今も戦いは続いてる。クライブ、私たちも加勢しましょう。そうだな。ありがとう、二人とも。さっき堕落の門の先でアカシアが出たって知らせがあったんだ。助っ人たちが戦ってくれてるはず。どうか力になってやっておくれ。分かった、すぐに向かう。クライブ、あれを。怪我人は後だ。まずはアカシアを片付ける。これで全部ね。大丈夫か。はい、おかげさまで。ありがとうございます、クライブ様。なぜ俺の名を。我々は種火の守り手。以前黒騎士との戦いでは力添えいただきました。マーサが言っていた助っ人とはあなた方のことだったのか。それではウェイド卿もここに。いえ、現在はよそへ偵察に行っておられます。そうか。この辺りは落ち着いたようだ。あなた方も手当てした方がいい。一旦宿へ戻ろう。助かったよ、あの人たちを死なせずに済んだ。種火の守り手とはいつから協力を。ロザリス城が襲われた時にうちで難民の受け入れをしたのがきっかけさ。本格的に合流したのはこの空になってからで。マサ、大変だ。偵察に向かったウェイド卿の一団がアカシアに追われて昇降機のすぐ下まで。確認する限り怪我人も出てるみたいだ。なんだって。俺たちが行く。マーサさんは負傷者の手当ての支度を。分かった、頼んだよ、二人とも。オスカ、お前は動ける者を連れて宿場へ戻れ。ですが。早く行け。はい。
ウェイド卿。クライブ様、ジル様、なぜここへ。マーサは俺たちの協力者だ。彼女から救援要請があって駆けつけた。こっぴどくやられたな。油断しました。まさかあんなにも多くの魔物がアカシアになっていたとは。クライブ、クソ、追いつかれたか。負傷者を守らないと。ああ、分かってる。ウェイド卿、やれるか。もちろんです。よし、やるぞ。オルガ、行け。オルガ、どうにか倒せましたね。ええ、よかった。またお二人に助けていただいて、なんとお礼を申し上げればよいか。気にするな。やれることをやっただけだ。ウェイド卿、よく無事で。マーサさん、どうしたんだ、マーサ。リアンノン山道にもアカシアが現れたらしい。次期宿場に押し寄せるかもしれないって。今度はそっちに。ジル、行けそうか。問題ないわ。俺たちはこのままアカシアの討伐に向かう。二人は負傷者を頼む。任せておきな。わかりました。お二人ともお気をつけて。ジル、アカシアだ。宿場に入れるわけに。食い止めましょう。遅い。遅くなって申し訳ありません。これより加勢いたします。ウェイド卿、助かる。行くぞ。Let's go.
片付いたね。この辺りはもう大丈夫ね。マーサさんのところへ戻りましょうか。ああ、そうしよう。無事に戻ってきて何よりだよ。アカシアたちに動きは？調べに出ていた連中の話によれば、この付近で群れていた奴らは一掃されたみたいだ。やっと一段落ついたね。それはよかった。あんたたちのおかげさ、本当にありがとう。とはいえ、アカシアそのものがいなくなったわけじゃないですからね。今回の襲撃では後手に回りましたが、敵の出方さえ分かれば対処もできます。宿場の傭兵団と協力して新たな警備体制を整えていきますよ。種火の守り手が力になるならこの宿場も心配ないだろう。ああ、みんなで乗り切ってみせるさ。そうだ、クライブ様、あなたに紹介したいものが。オスカ、こちらへ。お会いできて光栄です、クライブ様。私はオスカー・マードック、ロドニー・マードックの甥です。マードック将軍の？先ほどは窮地をお助けいただきありがとうございました。オスカ、君の気持ちを伝えるといい。はい、ウェイド卿。クライブ様、どうか私を従者としてお連れください。あなたのおそばで騎士の何たるかを学ばせていただきたいのです。待ってくれオスカ、俺はもう騎士でも何でもない。それどころか巷では滞在人だ。シドの名を聞いたことがあるだろう。私は幼い頃より叔母のハンナからあなたの話を聞いて育ちました。そしてウェイド卿とご一緒するうちにシドの行動の意味を理解したのです。それは叔母から聞かされていたロザリア騎士の志そのものでした。私はその志を受け継いでいきたいと思っています。私からもお願いします。クライブ様から学べることは数多くあるでしょうから。従者か、困ったな。いいじゃない、クライブ。隠れ家で面倒を見てあげましょう。ハンナ様もきっと喜ぶわ。わかった。だが、たとえ将軍の甥でも厳しくするぞ。ありがとうございます。望むところです。シド、来てくれたのね。夜の帳の娼婦か。見たことがない魔物が現れたと聞いたが。ええ、青く光る魔物がたくさん現れたの。町の人も襲われて。クライブ、青く光る魔物って？ああ、あの厄介な奴らのことだろう。マダムと話したい。彼女は今どこに？軍の訓練所よ。兵士たちと今後の対策について話をしてるはずだわ。分かった、ありがとう。